もうみんな先に言っとくけど、ザンギー避けて通れないですからね。一番やばいのこれだけ。ダメじゃん。これだいぶダメだと思う。ザンギーはあかんで。ただ今熱いのはザンギー、アキ、ブランカ、まあこの辺が熱い。ホンダでもいいか。この辺が熱いと言われてます。モダン考えたらまだルークじゃん。モダン考えたらルークじゃなくてもいい気はするけどな。それなんかいろいろ仕様が変わってるっぽいから、うん、剣でもいい。てか竜は竜、モダンは微妙か。あー、リリーいいね。モダンリリーかなりおすすめ。てかモダンリリーちょっと使いたいんだよね俺が。なんならザンギに刺さるとかないんかな。師匠もうもうみんな先に言っとくけど、ザンギ避けて通れないですからね。みんなが思ってる以上にザンギやばいっす。やばい、多分。向き合う時が来た。こいつ、アシスト、中足が速くなったから、これが繋がんのか。これでかいね。アシスト中が。あ、これ繋がるのめっちゃでかいじゃん。このコンボがめっちゃ安かったよね。モダ、モリー。で、あとね、SH が速くなったじゃん。10フレになったじゃん。これ10になったじゃん。これ10だと、結構いろんなところで、まあ分かりやすく言うと、ラッシュとか、パナッシュとかでもそうだけど、かなりその、ワンボタン SA の価値が上がるから、これ結局、発生が遅いからさ、なんかワンボタンで撃ったけど、下げられましたとかが結構あったんだけど、銃だと、基本大丈夫だから、まあ言うて下げられるフレームはあるけど、ただラッシュコパンとかだったら基本大丈夫だから、結構ここの価値も上がってて、で、まあ懸念というか、弱点だった、コンボ火力も、悪くないから。モリーは結構熱い。ザンギって何が強くなったの？なんか調整項目ありすぎて。まあ、まずこれじゃん。これダブラリの威力も上がってるから。なんかザンギって、駒投げは減るけど、打撃はあんま痛くないよねっていうキャラだったね。今回なんかもう、打撃も痛いから、まあ、単純にその投げの次の選択肢が、普通に両方。まあ、要は、前は、打撃食らっても死なないみたいな。しかもなんか打撃から、なんかラッシュで伸ばして、まあ、こんなんだったじゃん。これ当たってもなんかこんなんで。これが、なんかこういうとこまでいけるようになってるから。だからもういろんな火力が。てか単純にもうこれいけるし。いや。で、通常技が軒並み強くなってる。これ見てこの長さ。これやばくないこれ。長さ。江戸ですか？ガードの削り、半分ぐらい削れるね、これ確か。半分っていうか、6割。6000削ってる。てか一番やばいのこれだけ。これマイナス3だ。ダメじゃん。これだいぶダメだと思うんだけど。ちなみに別にマイナ4でも結構強いから。マイナス3、いや、マイナス3はやばいって。マジ、ラッシュ膝プラ1だし、バーンアウトさせた時の膝もプラスだし。お、膝も6000削れてる。ガイルとかはさすがにいけそう。ザンギガイルは、ザンギ有利だと思います。というか、ザンギに有利なキャラ、ちゃんと有利なキャラっている？ルークザンギは100ザンギ有利。剣、諸説ある。剣の火力ダウンがどんぐらいか。ゴーキも、ゴーキはまだわかんないからあれだけど、ゴブから振り。まあ、ちゃんとゴーキがやれば、ゴブぐらいいけるかも。で、まあ、振り寄りだと。エドは有利だと。ジェイミーが意外といけるみたいな聞くよね。意外と秋がいけたりするのか。ホンダは、ザンギ有利だと。むしろホンダは、きつくなったんだよ、より。多分、頭突きガードでスクリューの前にない。多分、頭突き打てない。勝手に、パリ。ほら。まあ、確定じゃないけど、そう、なんか、ここの、ザンギにマイナス、密着気味というか、スクリューが届く場合でマイナスを背負うっていうことはもう、廃材なんで。死なんで。プラス1以上取られるということ。だから、こういうラッシュ膝とか、ゴブならまだ、まあまあまあなんだけど。てか、あと、このマイナスいる？これの強化。これさ、先端というか、確定あるか。マイナ9なんよな、これ。なぜか。しかもこれ、中断だって思って立つと、持続になるのかな？いや、さすがにか。さすがにか。いや。
あ、持続になる。中断だと思って立つんで、持続になる。いや、今まではマイナスが大きかったからあんま気にしてなかったけど、今回マイナス減ってるから、結構このなんか近いからマイナ9とは限らない。見てから立つとなんかマイナ8とかになるから、まあ、届けばエドはこれか。いや、今までだいたいダイヤシとかは入ったんよ。ガードしたら。ちょ、待って、これ。反撃が。シャガチュウ？いや、2中 P もね、さっきの、ギリギリ立つとマイナ7なの。これとかになるんかなぁ。あと、そもそも先端が、何もない。そういうもん。なんか安定した反撃のキャラとかいんのかな。これに頑張って疾風陣雷出せとかそういう話。ちなみに豪気も反撃がしょぼい。中足が大体当たるんかな。まあ、9取れれば大パン当たって、大足は怪しい。怪しいとほぼ無理だから。まあ豪気まだマシな方だな。まあマシな方だね。残儀はあかんで。いや、今回はまあ、だからシーズン1が、あ、まあこのキャラカプコンさん、意思を持って、強くしてなかったのねっていう、まあ JP が割と最初目立ってさ、悪として、でまあホンダ JP あたりが言われて、ただ必要悪、本当の悪ではないから、でジェイミーとかザンギはまあそのまあ典型的なこいつら強くなるとやばいよねっていう、 JP 強い方がマシだったなっていう世界線があるから、だから JP はその悪じゃないんですよ、本当にやべえのは誰かっていう。JP 悪だった。ジェイミー強くして。まあ、ただ、ジェイミーは、言うてです。その、不快度というか、ジェイミーの、その、邪悪な部分は、言うてね、その、弱体化してる部分もあるから、なんかその、強化の方向性が、まあ、なんだろう、その、邪悪さと強さで言うと、まあ、強さの方に結構、振って、むしろ邪悪さは、ちょっと下がったぐらいのあれだから、ただザンギに関してはもう邪悪さ一本、なんかその強くなってんだけど、とか単純に邪悪になってる。言うたらホンダとかはちょっと邪悪さ減ったでしょ。その邪悪さ強さのこの基準で言うとホンダは間違いなく強くなってます今回。あの前のバージョンのホンダとコンバージョンのホンダは絶対コンバージョンの方が強い。ただ前バージョンの方が邪悪だと、軸が違うから。ザンギは強くなって邪悪さも増してる。たまにあるんよね、この調整が。なんか強くなったけど、まあまあ、尖りは減ったねっていう。まああるあるの調整なんだけど。たまにこのね、強さも邪悪さも入れる。まあというか基本的に、邪悪になったら強くなるんだけどね、調整で。それは。なんかその、邪悪だったキャラが、邪悪じゃなくなって強さを、人としての強さを手に入れるっていう、その、もともと邪悪なやつが普通になるは結構あるんだけど、普通というか邪悪じゃなくなるはあるんだけど、調整で邪悪になるとまあ漏れなく強さもついてくる。なんかあんまないよね、邪悪になったけど弱くなったなみたいな調整はあんまなくて、で後に邪悪が来るパターンは結構危ない。ホンダ、まあホンダを後半に使うんだったらまあ他のキャラ、豪気を後半に使った方がいい。まあでもそのホンダに愛着ある人もいるから。コンバージョンの悪はガイルか豪気。いや、まあ強いのはガイルとかチュンリーとかは強いよね。強いと思う。邪悪さはもう抜けて残儀な気がするんだけど、残儀より邪悪なキャラいる今のバージョンで。前のバージョンはその邪悪さ一点張りで言うと、まあホンダとかブランカとかが入ったけど、マノンもどうなんだろうね。まあ理不尽な要素はそんなに増えてないように感じるんだけど、いや、要はそのなんか強化されてるけど、なんか、もともときつかった部分とか、なんか、根本はあんま変わってなくねみたいな。まあ、ジェイミーもそれに近くて。てか、ホンダとかも、まあ、ホンダはどちらかというと、根本がむしろ変わるんだけど。やっぱ、本当に手に入れてるやつは、なんか根本から話が変わってくるから。